恋愛番長石川まどかのチューチューチューズデイ、聞いてね。こんばんは。はい、全国1000万人の童貞、素人童貞、そして枯れる前に一花咲かせたい、中高年男性に捧げる今までになかった恋愛教養番組、恋愛番長がお届けするぶっ飛び性愛バラエティーということでですね、はい、恋愛の仕事と、占いの仕事をしている恋愛番長石川まどかです。どうぞよろしくお願いします。はい、先にですね、初注意からいきます。はい、ですね、はい、コロナ対策万全です。はい、演者スタッフの検温を行ってます。換気50分に1回行ってます。番組の入れ替えの時間の時にスタジオ内全部消毒してます。緊急車両のサイレン、台東区の緊急放送などがマイクに入ってお聞き苦しいことがあるかと思いますが、ご理解ください。はい、ということでですね、今回ちょっと収録なんですけれども、もし番組にご質問などあればアットアズパン FM とハッシュタグ、恋愛番長とつけていただいて何かお寄せいただいたら嬉しいかなと思ってます。はい、ということでですね、あとはちょっとごめんなさい、私の、ほか簡単に、お願いします。番組のサポーターになりたいという方とか、CM やりたいよという方がいらっしゃいましたら、個別にご連絡いただければと思いますので、石川まどかって検索するとなんか出てくるんで、そこから DM で連絡してください。よろしくお願いします。はい、ということでですね、この4月のゲストはですね、素敵なゲストにお越しいただいています。はい、雪男さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。こんなに待たされたゲスト初めてです。本当待ちに待ったって感じで、まあいいですけど、はい、面白いな、始まりのオープニング。本当最高だね、スナックのままで。そう、一応スナックのまま、ママっていう設定なんで。で、何これ、11回目だ。そうなんですよ。もう、うん、1年間やっての、うん、最後が雪男さんです。いや嬉しいね、はい、でね、次がまた新しい形になっていくんでしょ、はい、そうなんです。で、何これ、全国に童貞って1000万人いるの？厚生労働省が調べてる、そうだろお前、数字だと340万人いる。いや、ちょっと、ちょっとそれどうやって調べんだよ。そういう厚生労働省のページがあって、そこにデータがあるんですよ。今まで経験したことのない数っていうところで、そこに340って書いてあるってことは、申告してない人もいるだろうとか、素人童貞もいるだろうって考えて、これは1000万人は推定数字ですけど、3倍はいるんじゃないかという。はぁ。言えない人もいますよね。これアンケート取ったのかね、じゃあ国の方が。そうだと思います。性的な何か。はい。そうです。20歳以上の成人男性で340万人は、チェリーボーイ。俺もそうだけどね。そうなんですか。じゃあ今日あれですね、もうここ何年かチェリーボーイだな、もう。あら、本当に50超えてから。やっぱり若い時でそれを捨てなきゃいけないっていうのがあったじゃない。うんうんうん、あ、そうですよね。10代とか、はい、その時ほど考えたことなかったけど、はい、今はもうしなくても人生何も変わらないんだなっていう。新しい出会いのこれ番組で、その340人の気持ちが分かる。1000万の。もういいやっていうので。あ、本当ですか。じゃあ、番組初めてセカンド童貞をお読みして。いや、セカンドでトリプル童貞ぐらいだよ、もう。本当に。もうセカンドとかも、ローで入ってでも、トップスピードは終わったもん、もう恋愛の。あれですか、こう女性見て、あ、いいなって思うこととかってあったりするんですか？いや、あるよ、あるある、あるある、あるけど、何かそれ以上の発展をっていうのが、はい、自分の中でなくなってくるのが、やっぱり枯れてくって言葉本当だろうね。枯れてく、うん、でも人生のこうときめきとかはあるんですか？なくなってきてるね。全然ないね。ないの？仕事した方がいい、仕事した時の方がときめく。ああ、面白いもんなってきたなと思う。やばい、でも私もそうかも、意外と。もう面倒な恋って面倒じゃない、うん、面倒なのは嫌ですよね。もうあと何、駆け引きももう面倒になってるじゃない。駆け引きするの、ゆきちゃん。ゆきちゃんするよ。得意よ。やる気のないセールガンみたいな顔してるけど。得意よ。そうなんですか。もうなんつったらいいの、だから、うん、
この若い子で童貞とかこれ素人童貞とかの340って大体1000万ぐらいいるっていうのを最初に言われてて、そういう番組の内容なわけでしょこれ、はい、であのね若い時はしなくちゃいけない、あお金を使ってでも損をしてでも振られても恋愛なんでしょ。あでもねあれなんです、あのここであの2つターゲットがあって、うん、もう一花咲かせたいっていうのはやっぱりおじさん場の中でも、うん、ちょっとお金とか気持ちに余裕が出てきた、うん、まあ、あのちょっとこうね、恋をしたいっていう人もいるし、あとは実はこの、素人の童貞さんとか童貞に向けたっていうのは、うん、若い人じゃないんですよ。40代とか50代でもいらっしゃるので、いるね、そこに向けたいるね、そういうの、ああれお友達いやいるね見ててで何が楽しいのかなって、その若い時とか20代とか30代とかこの年になると、ただ単にその食事してとか一杯やって別れてもあるけど、あの駆け引きでさ終電の時間とかさもうどうにか引っ張ろうとかさ、延長戦に持ち込もうみたいな自分のさあるんですね。それがもう今だとそれないけど、でも、うんうんうん、だからそういう人そういう人の、はい、あれでしょこれ番組的にどうしたらっていう。そうですね。でまあなんかこうちょっとこうあのちょっとまあこれは今ねあの、うん、あの昼間の明るさはありますけど夜の番組なんで、うん、あのちょっとこうね恋したいなとかエッチな気持ちになって恋愛したいなって求愛行動を盛んにしていきたいっていう感じ。恋愛っていうかもうあれなんだろうね、そのしない人って面倒なんだろうね、うんうん、面倒なのとね自分にも他人にも鈍感な人が多いですね。無頓着、振られることが怖いんでしょ。あ自分が傷つくことが若い時から怖いから、そのまんまで恋愛に対して踏み込めないんでしょ、うんうん、だから恋愛って傷つくもんだと思ってないといけないね。そうです、本当にそう。だからそれを若い時から一回傷ついたりするともういいやみたいな、であのモテる子でこの子モテるだろうなって、男の子でも女の子でも、うん、発展的じゃない子って多いじゃない。あ若かろうが年取ったようが昔から、はい、なんでっていうので、うん、結局面倒だとかそこを省かないとダメなんだよね。確かにね、恋愛ってやっぱり。でも雪男さんってこう笑いを始めたっていうのはやっぱりなんていうのかな、あの例えばあの頭がいいとかかっこいいとか面白いとかっていうこの例えばなんかその要素の面白いっていうのを持ってたらモテるかなみたいな感じがきっかけなんですか。もちろんもちろん、あの金持ちになりたいた女にモテたい、確かに、うん、昔の時代で、うん、芸人になったら昔のやつなんて、うん、金持ちになりたい、女にモテたい、うん、いい車乗りたい、いいとこ住みたい、そうでしょ、ビッグになりたいっていう、うん、それこそサクセスストーリーを描いてなるわけで、うん、今の子たちって芸人でもこの間話になったのが、はい、な結構ない子ないんだよね。何のためにだから、なんでかっつったらやっぱりそのシステム化されてるのもあるじゃん、お笑いって今学校行ってとか、うんうんうん、俺らの時そんなもんないし。なるほどね。あの今いただいてるプロフィールだからと、うん、渋谷道頓堀劇場という、あの渋谷にも道頓堀劇場があったんです。ストリップ劇場だよ初舞台。あら、だから学校とかない時だから、はいはい、女性の裸の合間とか地方とかも行ったよ、先輩で連れられて。へー、だからそれが初舞台だから、なんつったらいいの、今みたいなそのシステムがないわけだし、うん、で考えようによったら女にモテたいとかその、うん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 、で一番最初に来ることじゃない。そうですよね。やっぱり今はなんかちょっとずれ始めてんのかもしれないけど、お笑いが好きだとか、はい、お笑いなんか好きじゃねえよと思う時あるよそんな。本当？じゃあ最初は好きよ、今だって仕事だよっていうのでやることで、はい、で正直な話モテたいっていうのはなぜ少ないのかね、うん、あでもやっぱりモテたい願望って皆さん持ってらっしゃると思います。でそんな、あの感じでですね、青春時代の、恋の話もちょっと聞きたいなと思っているのでコーナーに入っちゃっていいですか、うん、はいはいはい、はい、思い出のドライブカセット名曲集ということでですね、昔は、うん、音楽をカセットテープにダビングして、うん、デートを盛り上げるアイテムの一つとして持参してドライブ中にかけたりとかね、うん、あのデートの時にかけたりしたもんですけど、あの今回その思い出の曲についてのご紹介とエピソードができればなと思ってます、はいはいはい、今かかってます、
あ、かかってるんだ、はい、はい、近藤真彦さんのギンギラギンにさりげなく、このね歌、はい、昭和の歌ですけどね、はい、これ直木賞作家の伊集院静香さんが、はい、伊達あゆみって名前で作詞してるの、はい、あの、伊集、あの夏目雅子さんの奥さん、旦那さんの今篠宏子さんの、はい、あの直木賞作家でいろんな賞取られてる、あの方がペンネーム別ので伊達あゆみっていうので、だからあの人バクチ打ちだから、はい、ギンギラギンにさりげなくそいつがオーレのやり方って、だからギンギラギンにこう勝っててさりげなく去っていくっていうのが、これはギャンブラーの歌なのよ。で恋愛にもつながるね、これやっぱり女の人って、うん、もうギンギラギンにこう攻めてきてられてもさりげなく去られると男の後ろ姿って綺麗だったりするでしょ。あー、いい男だったって言ってた、おいおい俺見て言うなお前。でもまああのあれなんですか、その銀、うん、銀、まあ、でも銀ギラ銀ってどっちかっていうとこう賑やかしい感じですけど、うん、あのこう強弱っていうか緩急っていうのがあのこう一緒の言葉になってる感じです、ね、うんだよねこれね、うん、だから赤い革ジャン引き寄せっていうのが、うん、最初にそこへ来る歌って今じゃないよ。あー、それでもうサビがこれ銀ギラ銀に長いのよ。ギンギラギンにさりげなくっていうのが、そいつが俺のやり方って長いねこれ、何度も何度も。だけどこれ昭和の歌だけど、これよくあの後輩なんか連れてってあの歌歌うとこで女の子いるとこで、はい、で俺やさなえちゃん好きだからえちゃん歌うんだと思うのよみんな。そうすると行きつけのスナックとかでいつものかけて最後にって言うと、そのこのママとかが、あ、池徳さんみたいな、でれて、あれ A ちゃんじゃないぞってみんな、あ、ギンギラギンで終わりにすんのかこの人みたい な、 なるほど、夜中2時とか3時に。そのギンギラギンにさりげなくて、あのこの歌もともと好きになったきっかけって何かあるんですか。これ何かね、逆に言うと子供の時っていうか、近藤さんの方が私より年上だから、そうなんですね、3つ4つか、うん、子供の時聞いてて中学生とかあったけど、その時もまあ知ってたけど、大人になってからこれ、はい、ああ、この歌いいなって、あ、いいなっていうので、やっぱり伊集院静香さんのなんていうの、歌詞というか、うん、浮いてるね、浮いてるこう言葉っていう言葉もこう結構素敵ですもんね。あと俺モノマネで近藤さんの練習した時あった。本当？知らなかった。あ、漫談やってたのは知ってたんですか。いやいやいや、モノマネ結構のとこいた時あって、ついてて、モノマネ結構練習して、今でもできるのあるけど、練習をしたので、で近藤さんもこれできるなと思って、歌で、だから近藤さんのこのギンギラギン練習したのもあったね。大人の20代30ぐらいの時。うん、あ、だからなんかこう、こう大人になって聞いてみるとやっぱ思う、こう味わい深い歌だなみたいのもあったりとか。だってそうでしょ、伊集院さん作ってて、うん、近藤さん歌ってね、いろいろヒットして、どう見たってこれ大人、子供が分かる歌じゃないよ。確かに、あ、昔の歌って結構そうですよね、10代の子に歌わせてっていうのがあるけど、悪友さんの歌だったりとかもそうだけど、本当その大人になってからっていうか、この年になってから昭和の曲が良かったなって思ったりすることありますもんね、うん、やっぱりだから演歌で、この間演歌の方のね、新春公演の司会やったのよ、はい、でネタとナレーションと、はい、でやっぱりそのこの年になったなと思って、そのナレーションするときに演歌のね、やっぱ早く遅れてほしいときに、なぜバスは早く来るのでしょうか、また来るよ、その一言を残し去っていくあなたとか、これ五感ってこの年じゃなかったら出ないよ、20代とかじゃ。なるほどね、うん、だから赤い革ジャンっていうのもあれですね、赤い革ジャン引き寄せ恋のマンダラ歌うよ風の中でっていうのも、あ、ちなみにこう赤を着てるってこうなんかあれですか、雪男さんもこう勝ち色みたいなのがあったりするんですか。違う、俺は最初赤にしたのはサッカーの三浦和さんが初代の MVP で着ててかっこいいなと思って、あ、それ で白もあるのよ、雪男だから白も黄色もあったりとか、はい、全身もちろん、あ、そうですね、だけど白だと汚れ目立つのよ、うん、1回ずつ仕事するとクリーニング出すのとお金かかるから、はい、で赤着てるとこれ赤だとそんな汚れが目立つしまが、はい、そういうこと、白してん時ある、今日白持ってきといてくださいと、へー、衣装チェンジしますんでと、なんか
アロハ着たりとか、下ズボン白でとか、上下、2本ぐらいあるよ、綺麗な白が。そうなんです、ね、着ないね、指定されないっていう。赤か黄色もあるんだけど、ジャケット着ない、赤しかも。どっちかっていうと、こうキャラ的には、白なんです。いや白、うん、だけど白を着ると眠くなるのよ。なんで、わかんねえ。赤だってやっぱり闘牛じゃないけど燃えるんじゃない、体が。あ、でもありません、ね、結構男性って赤好きなっていう方聞きますよね、うん、女性はそこまで言わないけどね。あ、私赤好きですよ、ほんと、はい、着替えますね着替えます。若い時会えばよかったですけど ね、もうね。ね、でもあの、そうだ、でも赤を着てる雪男さんではあるんだけど、うん、雪男さんってこうひらがなで雪男っていうんです。あの Google とかでこう検索していただくとこういろいろ出てくるんですけど、うん、雪男さんっていう芸名っていうのはどっから？ある人がね、お前雪男みたいだっていうのでつけてくれたの。それで漫才で一人になった時あって、はい、俺本名は吉川聡って、大吉の吉に三本川で、はい、吉聡とかでやってたの、うんうん、あだ名とひらがなで、でいろいろ芸名何十個も変えてんね。一月しかやってないとか、うん、例えば吉 GUI とか言えないんだけど、はい、ナイスガイって言葉が好きで、吉 GUI とか、いや、うーんじゃなくて吉 GUI だよ後で考えてみて、笑ってるのが意味が本当によ。それでナイスガイから取ってとかでやってたんだけど、ある人がその一人になって、どう見てもお前雪男って俺は心で呼んでたんだよなっつって、先輩で、有名な方だけど、はい、それでじゃあしますかって俺もなって飲んでる席で、もう20年、うん、20年ちょうど20年ぐらいか、雪男になって、はい、おいで漢字の雪男にしようとしたね、はい、そしたらお店とか商品ならいいっていうの、やっぱりあなたみたいな人に見てもらったら、20年前に、はい、でカタカナは絶対ダメって言われた、何やってもお店でも商品でも、でそういう商売をしてるなら人前に立つとかね、ひらがなで雪男にしなさい。やっぱり言われてこっちでよかったと思う。でも確かにひらがなのが柔らかい感じはしますよね。あとなんつったらいいかね、やっぱり年を取っていくわけじゃない、うん、日に日に誰でも、はい、この芸名でよかったと思うよ、この20年、うん、こうじゃあ例えば雪にまつわるとか冬にまつわるっていう何かイベントの時にこう呼ばれたりだとか、あとか12月とか1月は多いね、年末の雪男さんに来てもらってますとか、ラジオとか、冬になった頃とか、だからもう4月だとね、だけどあんまりその私の場合その季節感というか、うん、それがない人だと思うね、北海道出身とかじゃない、千葉だし、ずっと千葉なんですね、ずっと千葉だから生まれも育ちもだから、はい、あんまり雪男的なあれっていうのはないね。へー、だけどこの芸名じゃなかったら多分やってなかったと思うよ。あ、本当、じゃあ合ってる、あのこうあれなんですけど、基地のお名前だし、なんかこうしっくりくるし、やっていてこう、あと、うん、楽、楽、雪男が、雪ちゃん、あ、雪ちゃん、私は勝手に雪ちゃんって呼んでますけどね、あんたに言われると照れるんだよな、雪ちゃんでもあれです、雪ちゃんの、雪ちゃんの、はい、これ一応これからね、春を迎えたいという方向けにもやっているので、じゃあ今こう音楽の方聞かせていただいたんで、うん、次のコーナーに行っていただきたいと思います、はいはい、何が出るかな、さあみんなで考えようということで、デルゲーデルデーですよ、よろしくお願いします、うん、デートに、初デートに行くときに、うん、こんなことを用意しておくといいよとか、あ、これ用意しておかなかったから失敗したなっていうことを、これからデートする方にご伝授いただきたいなって。男の子でしょ、男の子、女の子俺分かんないから、男の子向けにお願いします、100円ショップでもいいですから、はい、綺麗なハンカチを1枚持ってく、ハンカチ、なぜかというと、はい、女性ってそういうとこに魅力を感じたりするんで、さっと出してあげると、あ、座る時でも、ロマンチストですね、いやいや本当よ、確かに、もう私は今ね、あなたと明日デートするって言っても持ってきませんよ、なんでも持ってってあげますよでもあれよね、確かにそのベンチとか、あとほらっていう時、女性がちょっと何かこうね、うん、濡らしたりとかね、うん、これいいよっていうので、綺麗、それが汚なきゃダメなのよ、ダメ、初デートなんだから、うん、あなたとそれ綺麗だ、どうしたのって言ったら、初めてのデートだから、うん、ハンカチ持って、特に20代とか10代とか20代の初めの子とか30ぐらいで初めてデート、僕初めてなんだっていう言える年齢の子だと、ハンカチだけは1枚、ね、100円ショップでもいいから
無地でも何でもいいから、あなたは女性的に嬉しくなるでしょ、それ。そうですね、あの、うん、やっぱりあの女の人ってその全体像だけじゃなくて、あの細かいところもよく見てるんですよ。いや、うるさいんだよやっぱり、うん、恋愛特に最初は、うん、後になってくると男と女ってぐしゃぐしゃになるじゃないごったになるけど、ごったにもう最初はその鍋のね、鍋でも入れちゃえっていうのが恋愛なのよ。だけど最初の鍋はこう綺麗にきりたんぽならこっちにきりたんぽとか、うんうん、そこをしてからそのごっちゃになるわけだから、最初のそのハンカチいろいろ言う人いると思うけど、はい、特に若い子だと俺でもいけないのかもしれないね、綺麗なハンカチ持ってるとか、その勝負下着とかいろいろっていうのはそんなの当たり前のことで、そのハンカチ1枚がその子のハートを包み込む可能性が素敵で、そう、ね、そうでしょ、あなたも、うーん、例えば今じゃあ30年前に戻りましょう、2人とも、はい、タイムスリップして、はい、その時にデートしました、はい、で石川さんみたいな、僕は初めてのデートなんだっつって、うん、でなんかちょこっとこぼしちゃったりとかした時に、うん、ちょっとこれで拭いてよ買ってきたからって、あの初めてのデートだからって、その一言言われたらちょっと、まあね、気遣い大事ですよね、だし嬉しくなるでしょ。あ、確かに、うん、そういうとこじゃないの。そしたら私本当に好きな子だったら、あ、ハンカチあのこれ洗濯していきます、あ、そうよ、だから、うん、ちょっとあざといですけど、もう一回次に会えるようにしたりしますよね。そう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 、だからそこなんじゃないかね。あ、俺ね、確かに誰かに聞いたけど、誰だったかも、ふっくろかなんか知り合いの人の話で、うんうんうん、あの満員電車で女の人が足をハイヒールで踏んじゃって、にゃんで男の人がその痛いってので、うん、なって駅で降りて、すいませんでしたっていうので、うん、で普通それで終わるんだけど、なんかそれを引き合ったんだろうね、その人たちが、はい、あの毎日電車これ時間乗ってますみたいになって、うん、毎日大抵会社行くのこれでってなって、でそこからで会って、毎日あーどうもこの間はっつって、結婚した人っているっていう。へー、おいで、そっからだから足踏むのが、だから何かそういう恋愛ってきっかけで、そっからのストーリーって始まるわけじゃん。確かにね、うん、雪男さんが逆にこう女の人がこう初デートとか、まあ、初デートには限らないですけど、こういうところがあるといいなとか、あのこういうこと準備してきてくれると嬉しいなっていうのってあったりするんですか。もう今ないね。今あの昔でもいいし、昔だとこういう人がいいなとかでもいいんですけど、笑顔で来ることだね。笑顔ね、緊張して来られるともういいのよ。あ、こいつ緊張してんだなとか、笑顔でよみたいな、うん、あのなんていうの、簡単なライトな感じ、デートってあれから始まると楽だよね。確かに、あんまりなんかこう重い感じでお見合いじゃないけどされちゃうと、はい、面白いことを言ってくれるっていうのも大事だったりはするんだけど、やっぱりお互いにこう笑顔だといいですよね。うん、だし時間経つのが、うん、またゆっくりでも綺麗な時間の経ち方だよね。うーん、そのなんかどうしても時間が過ぎないとかじゃなくて、だから何かね、もうあんまりでもあなたも私もいい大人になっちゃって、その経験値があると思い出せなくなってるのもあるよね。いっぱいあって、それとも昔のことで、うん、でも昔のもそうだしいろいろあったでしょいっぱいいっぱいありすぎて、どっか本当ね、どこ行っちゃったんだかって感じ。いや、というかいっぱいあることが当たり前だし、それが仕事だったわけだから若いって。確かに、でも最近ちょうどいただいたこう、お客様からの質問で、うん、質問っていうか悩みかな、うん、真面目なんだけど振られてしまうっていうのがあって、で面白いことが言えないって言ってたんですよ。でどうしても、職場とかではそんなに嫌われたりとかしてないのに、どうして恋愛では嫌われちゃうんだろうみたいな話があったんですね。だから今のお話にもあったように、私笑ってるとか笑顔出してるって話をしたの。あと会話が続かないってことで、俺もやっぱり質問されたこととかあるね、うん、どうしてねっつったら、はい、例えば何が得意だと、うん、だから鉄道が好きだとか電車が、はい、で女の子がそれ興味なくても、うん、そこをやっぱりうまく話に持っていくのよ。何線で今日来たのとか、どこ住んでるのとか、電車オタクの子で恋愛がとかいう子いるのよ。なあ、ちょっと本名の方でとか何人か相談されたことあるけど、うん、だったらお前何バスも詳しいのと、路線バスも、あ、うん、そしたらあそこだとあれでしょうとか、そういうのを
あの自分でもうプランとしてネタ、芸人のネタじゃないけど作ってって、その石川さんが例えば、うんうん、ね、あの総武線、うん、沿線に住んでるんです、うん、私両国からちょっと歩いてってなったら、はい、バスもそれ分かるわけだろ、うん、あそこは京成ですかとか、はい、よく知ってますねみたいな、大丈夫ですよストーカーとかしないですからとか、そういうなんか面白さのそういうのを、だからいいのよ、オタクならオタクで、だからそういう子たちに言えるのが おじさんから、うん、それでモテないじゃなくて、何をそのがっついて最初から行こうとしてるんだと。将棋で言ったらまず歩を一歩打つんだよ。いきなり飛車なんか出すんじゃない。なるほど。恋愛の下手なやつはそこなんだよ。なるほどね。あの、うん、今のお話の中で思ったのは、そのすごくいいお話だなと思ったのが、うん、その電車オタクなんですって言っても、話が上手じゃない人って自分の電車の話ばっかりしちゃうんだけど、今の話でいいなと思ったの、質問をちゃんと何線で来ましたとか、そうよ、話を膨らませるってことですよね。女性が例えば石川さん今趣味何、今一番凝ってること、お料理作るで料理でしょ、うん、僕もね料理あんまり作らないんですけど、うん、野菜炒めとかで、でもねこの間イカの生のってあるじゃないですか、炒めるやつの、うん、あれと豚肉とキャベツとなかったんで入れたんですよって、何味がいいかなと思って、とまあ、ちょこっと醤油垂らしたんですけど、うん、ちょっと味が足りないなと思って 2,3 滴ケチャップかけたら結構いけたんですよとか、あこういう、だからその自分の体験を話すってことが、そうすると聞いててなるでしょ、その料理でやってみようかなっていう、その簡単だけどってあんまりしないんですけど、どういうの作られるんですかっていうのでなるじゃない、はい、あなたが凝った料理なんかどんなの作るんですか。そうですね、ケーキ作ったりとか、クッキー作ったり、ケーキって、はい、スポンジとかどうやったら買ってくるんですか。あ、もうスポンジもちゃんと焼きます。いやいやいや、ちょっと教えて、それ卵でこうやるの。あ、卵もそうだし、あと牛乳入れたりだとか、はい、なんで膨らむの。あれはあれですね、イーストとか入れてこう発酵させるから、こう膨らむ感じになるんです。はいはいはい、それをどのぐらいの時間でかけるの。そうですね、あでもケーキはそっか、でもごめんなさい、パンも作るから今パンだと思ったけど、うん、ケーキはでも混ぜて、うん、それででも焼く感じだから、オーブンで、オーブンで、でこれで話になるじゃん。そうなんですよね、だから料理で、じゃあ料理凝ってると、うん、でここでまあ直球投げちゃダメだろ、あなたの料理すぐに食べたいじゃなくてバクッといって、バクッとはいけねえのが、ゆっくりここはさ、なるほどケーキかと。そうです。でも何一番ケーキ凝ってて、あとクッキーとかだけど、普通の例えばご飯だと何一番。普通の煮物、煮物が大好きです。うわ、どんなの好きなの。あでも普通に肉じゃがみたいのも作るし、うん、あとはカレーみたいのとかシチューとか、そういう、うん、なんか何かこう野菜とお肉を一緒に煮るようなものが好きだったりします、ね、はあ、ブイヤベース的な。あそうです、そうです。お腹が鳴っちゃったよねこれよ。あ考えただけで、ね、だからやってるんでしょ恋愛講座、うん、一回呼びなさいよ私、言ってやるから師匠ってなるよみんな俺結構来たのよ。そうなんですね、泣かれたことあったの。あでも今の話の中でいいなと思ったのが、うん、質問もあるけどネタをあらかじめこういう話をしよう、こういう話をしようという準備をしておかないとダメってことだね。だからゆっくりでいいんだよね、うん、今あなたと私だとこれ喋れるってか、あなたたち喋れるからってなっちゃうけど、うん、例えば本当にそのいろんな趣味があるわけじゃん、はい、野球が好きだ、サッカーが好きだとか、うん、カメラが好きだとか、はい、例えば飲み物だって会話弾むと思うね、うん、お茶がすごい僕好きで、そうなんですよ、今お茶ってコンビニってどのぐらいあるか知ってますみたいな。うーんで例えばその喫茶店入るわけじゃない、はい、でレモンティーのね歴史とか分かってると、これレモンティーって最初誰がとか、それこそサンドイッチだとサンドイッチ伯爵じゃないけどポーカーやりながら食べたんですよみたいなの、何かそれ小出しにしていくっていうのも確かにそうですね。だから今のその出るでっていう話、まあ、デートの前に、うん、まあ必ずデートの時に出てくるっていうことの何が出てくるかなっていうコーナーなんですけど、うん、でも今の話聞いててやっぱり思うのは、やっぱり準備、そのお笑いもそうですけどネタとか何を話そうとかっていうことを準備しておいたり、うん、頭の中整理してからちゃんと臨むっていうことが、そのデート初心者の方とかにはいいんでしょうね。だから
で来るんでしょ、モテないっていうかどうしたらいいんですかと。モテない、そうですね、これから結婚したいっていう方とか、これからまあ男の人ってはっきり言えばセックスの話がないと来ないですよ。性の話、まあ、なんていうの、モテたいっていう言い方をするとか、うん、あとは例えばモテて性の講座とかやってるのも実はなんかその先に女性とこう仲良くなれるんだろうなっていう期待値がないと教えてもらいたいって来ないなっていう。はあ、うん、昔作家の北方健三先生が、プレイボーイっていうプレイボーイっていうか、はい、ホットドッグプレスって、うん、男性誌のね、はい、それがあって、そこでやっぱりそういう質問来るのよ。19とか20歳の子が、僕モテなくてと、うん、まずはそういうところに遊びに行けっていう。そういうところ、だからそういうほら、あ、遊びに行くところで、そこからだお前はと、吉原とか、そうそうそう、錦糸町とか、うん、まずはそこで何かを掴んでこいと。だからその先にあるっていうのを先に掴んで、そこから何か見えるっていうのを北方先生なんか言ってたのが、なるほど、ね、分かるよそれは。だしそれって間違ってないと思うし、物の道理として。だからそこの性のあれがあってっていうので、だけど女性と話すこととか、女性を例えばさ、一緒にいてちょっとさ手を握るだけでも楽しい時間って若い時であったじゃない。いやでも本当に前回のゲストさんとお話ししたんですけど、うん、手つなぐってすごい大事なこと、うん、そうなのよ。必ずエッチじゃないんですよ。そうなのよ。その手つなぐとかありがとうって言ってこう、うん、ハグをするとかね、うん、そういうのがもうやっぱり日常にあるといいよねっていう。あと雨降った時にさ、一本の傘でさ肩抱いて女性と入るって、うん、あれって変なさ、その興奮するとかじゃなくて、うん、あ生きててよかったなみたいな。あ女性も男性もあったかくて、特に冬の時期とか秋とかちょっと久めで、それで、あ俺に生まれてよかったなみたいな。恋愛ってそういうもんだと思う。でも本当そう、何かね、その結婚したいとかで、うん、じゃあ嫌な人と結婚していいのかと、うん、綺麗だからじゃあ結婚してね、うん、続くかってないんだよ長く見てると。離婚しちゃうのもそうだし、友達とかで、うん、同級生と結婚して何十年で、うん、相方なんだよみたいないう友達いたし、うん、もう知り尽くした人生の中、うん、俺はいないからあれだけど、うん、俺は見てた、あそういうもんだろうなと。確かにね、うん、なんかそのラブラブっていう感じじゃないんだけど、うん、なんか一緒にいて落ち着くなとか、ほっとするなとか、一緒にいてこうなんか今日はいい日だったなって思ったりね、うん、なんかそういうのがいいですよね。あとね、一つあるのがね、俺もいろんな経験あるからわかるんだけど、うん、若い時からいい女って嫌なやつ多いよ、うん、だって当たり前、いい男もなんでかっつったら、子供の時からもう3つぐらいから世の中にチヤホヤされるんだ。あまず女の子って、女の顔は固定資産税だっつった後輩がいたのよ、うんうん、なんで3つの時から飴玉1個多くもらうんだ。みんなよりもマドカちゃんっつって可愛いねっつって、でそれがどんどん大人になると、ね、今度タクシー代だとか服だとかマンションもらっちゃったりとか車のチェーン回されたりとか、それなんだもん。確かに。だからそんな何、恋愛になった時にそこを求めるけど、それはまたよっぽどじゃないと無理よ。なるほど、ね、いい男とかいい女っていうのは難しいよ。あみんなそこを求めるじゃない、みんなそこ行くのよ。だけど、うん、ちょっと崩れた美人っていうのを探すのよそこはことなんですね、あんたみたいなのねひどいでもそうだと思いますよ。あんまりにもいい女なんてのは飽きるのよ。このぐらいがちょうどいいのよ。私もよく言われる、本当になんかすごい美人じゃないか、うん、そこそこの美人だから、なんていうの、すぐ食べられるんじゃないかって、お手頃感があるって。あと なんかはちょっと激しいことしても許してもらえるだろうこの人だろちょっと噛んでもいいだろうとか許そうに見えるんですかね分かんないんですけど、まあでもあれです。そんなお話をしている中で次のコーナーに行きたいなって思うんです。 まだコーナーあるのかよ。はい、そうです。恋愛番長の愛の説教部屋。何それ。はい、ということでですね、これからねデートする人、失敗したくない人もいるんですけど、失敗から学べることもあるので、うん、なんか今だから笑えるデート失敗談とか、面白い性癖とかね、まあ、あとはこう自分のクズだなポンコツだなって思うような、こうちょっと笑えるようなエピソードとかあったらゆきちゃんに教えていただきたいなと。それでピッポッってジャッジさせていただきたい、今までの恋のね、うん、
あの子供いる人と付き合った時あったね。あら若い時に、うん、それでその子供が僕のパパになってよっつった時にまたなっつってじゃっつって去ってったよ。どうして最低だよね今考えると20代の時で。なんでやっぱり逃げたかったから。責任を負うっていうのとかこう現今は例えば仕事頑張る時だからとか。いやというかそうじゃなくてやっぱりまだ20代30前でなんかどこか適当なのよ人に対しても自分に対しても、ね、今考えると失礼よ。うーんそれがやっぱり、うん、説教部屋だろうね一番浮かぶので。ちょっと鳴らしにくいけど、うん、まあねでもでも良くないので何かね今だとそれが受け止められるけど、うん、怖いじゃない人の人生を何個預かるって。そうだと思います。本当によっぽどの覚悟がないとちょっとね。何人かいたけど、はい、4,5 人結婚で、うん、相手の親御さんとか出てきた時もあったけど、うん、俺無理なのがわがままだしあとこういうことをしたいっていうのがずっと思えちゃってるって子供の時から。普通の人じゃないのよ感覚が。雪男なんて芸名で50個やってやらないよ普通の人は。アホだよはっきり言って。だから日本のトップクラスのアホなんだからダメでも。あそうだ地下芸人の大御所なんですよ。地下芸人の大御所ってそれ自体がダメな人間じゃない。売れないでみんな売れてって。でもなんか大御所って言われるとちょっとこう風格があって。いや風格も何もそれ大御所っているからみんな呼ぶしかなくてレジェンドとか嫌になってくるよそんなの。でも今だったらこう子供がいるような人とかありだったりするんですか。あというかいいんじゃないの。あと変な言い方だけどあの責任を持つってことが持たなくてもいい年だしね子供に対して。だからもうしょうがないでしょこの年なんだから君は君で頑張りなさいよってなる、うん、他人なんだしみたいな。なるほどね。形は形だけどって言える年齢じゃない、うん、若いってやっぱり全部抱えなくちゃいけないじゃない。逆に真面目だったから抱えられないって思ったからじゃあねって言っちゃったのかもね。真面目というかやっぱりどこか怖かったんだろうねその一言が、うん、今じゃね受け止められることもそういうの若い時ってそれが恋愛じゃない、うん、確かに。でも昨日ちょうどあの娘が24歳の誕生日だったんでお祝いしたんですけど、私若かったからあんまり考えてなんかまあある意味でバカだったから早く結婚して早く子供産んじゃったのかもしれない。いやそれは違うよ。本当早く結婚するってやっぱりその自立しようとか早くこう大人になろうとしてるんで、で俺はいつまでも子供でいたいね。なるほどね。ガキのまんまでいいやって今でもあので俗世間がどうだとか、うん、もう求めちゃったら、うん、全部やめなきゃいけないっていうのが。あでもある意味なんかこうちょっとこう令和の寅さんみたいな感じで。それはでも男性結構そういうふうに思ってる人多いんじゃないんですか。だけど、うん、普通に生きるんだったら若いうちに結婚して子供大きい方が、うん、だしやっぱり家庭があって何かこの僕の友人ね長い子供の時からとか学生時代の友人が長くその30年とか夫婦生活してて言う言葉あれって素敵だと思う。同志であって相方みたいなもんなんだよって夫婦っていうのは。とでそこを一緒に乗り越えてたりとかいろんなことをしてるわけじゃない。本当にそう、そうだった。だからそこに行ける大人になれれば、だお子さんがいるいないとかあ別よ。お子さんいればまたそれは子供と一緒に成長するのが家庭だろうしさ、いなくても夫婦二人だけでも会ったりとか皆さんしてるわけじゃない、はい、それも全くないって大人はやっぱりろくでなしだなと思う時あるよあなたなんか偉いのにちゃんと子供作ってって、まあ、あでも子供作ることが好きだったっていうのもあります。ちぇ待てよお前突っ込むぞそれ夜7時だろまだこれそうなんですけどね夜2時の話だよ許してくれるんですよこの曲は。いやこの曲はあということでですね、はい、あのマドカボーイズからのお知らせということでですね、この曲はねあのとってもなんかいろんな、多種多様な方が演者さんでいらっしゃるんですけれども、雪男さんも番組を持っていらっしゃいます。ですね、昨年の10月から始まりました、はい、雪男のたたけるテレビ、毎月第3日曜日の夜7時から7時50分と。で、はい、これはゲストさんに珍しいもん持ってきてもらって、ゲストさんのゆかりのあるもんで、はい、出ます今度いつか。絶対あのね、私実は売りもある。はい、私
実は鳥小屋ズーリさんとコラボして T シャツ作りたいなと思ってた。はいはいはい、じゃあそれができてからで、うーん、先で本当できてからで、もう相当先まで入っちゃってるんで、本当、はい、また夏過ぎとか秋とか、はい、安定先ぐらいの、そうですね、そのくらいにお願いできたら、だからその時にはあの持ってきていただいていくらとか、はい、持ってあの売っていただければありがたいですという形で、よろしくお願いします。はい、社長にもちょっと相談してみます。まあまあゆっくりで、それは、はい、でいろんな商品持ってきてもらって売るような形です。はい、月1回で、うん、アーカイブがこれ2週間後なんですよね。そうです、ね、いろんな形で入ってるっていうので見ていただければ1回目から ね、はい、うん、ありがとうございます。はい、あとは、他の他局になるんですが、 CAB さんの方でもあの番組を持っていらっしゃる。 CAB は長いんだ、俺これ北千住のもう9年10年やってる。本当にね、この間出していただいてどうもありがとうございます。あなた2つ出てもらって、美女対談と遊興とか塩よむラジオって、これは月1回ので96回とかやってんだから、もう7回とか、ね、最高の美人じゃないんですけど、そこそこちょっぴね、もうほんと微妙な崩れちゃった感じですけど出していただいて、いやいや美女は皆さん美女ですよ、女性はどんな方も、あ、いやいや本当ですよ、はい、女性を磨くってことが美女なんですから、うーん、みんな女優さんなんですから、優れた女で、ありがとうございます。それで両方やってるんですけど、はい、毎週土曜日の夜10時から10時10分がこれ美女対談10分の、はい、で CM さんのこちらの雪とか CM ラジオは第4水曜日の夜9時から9時50分ってやっぱ50分の番組で生配信で、うんね、出していただいて、うん、ありがとうございます。両方出ましたよ ね、本当にどうもありがとうございます。いやいや楽しかったですよ、ね、あとは、こうツイキャスでもこう速達ラジオっていうのをこう毎日お届けしていらっしゃると聞きました。毎日これ5分ので速達で、だから速達なんですけど、うん、まあ何千回ってやってんですけど、1万回になるまでやろうと思って、あ、だけどまだなかなかならねえんだよ。1日20回とかやるときもうフラフラになって吐きそうになったときあって、何の商売なんだ俺と思ったけど、あ、でもあれですね、あの、そのツイキャスっていうアプリをダウンロードしたら聞けるそうなんで、うん、まあ、あとはツイッターの方にも投稿してらっしゃるので、もうしょっちゅう上がってるよ、はい、あのフォローしていただけたらと思います、うん、はい、よろしくお願いします。まあいろんな形ですね、はい、はい、じゃああとは、私の方であのちょっと簡単に、ご案内させていただきたいと思います。はい、はい、新しい性生活の進めというのをやらせていただいています。これは第3、金曜日の、9時から、いつもズームでやっています。必ず何かこう性に関することをテーマにしてですね、オンラインで座談会を開いています。なのであの外ではちょっとお話ができないなっていうこととかも、はい、こちらの方とか、ね、そうよ、綺麗なんです。あの中山美穂に似てるんですよ。何がそう、結婚相談所のロミちゃんっていう方なんですけど、はい、あの私の仲良しです。はい、と私とあとユータンっていうあの LGBT の方なんだけど、すごくあの寛容な、はいはい、あの素敵な心を持っていらっしゃるユータンっていう方と3人でやってます。なのでね、やっぱりこう性の経験とか未経験者の方が多くて、これも社会問題の原点なのかなっていうふうに思っているので、こういう社会問題を解決するために真面目な下ネタをやってます。なのでもしご興味がありましたら、こちら第2回と書いていますが、続けてもあのそうですね、もう4月の頃には第8回になっているかと思います。なので、個別に、石川まどかまで DM いただけたらまたご案内させていただきたいと思いますので、こちらも合わせてよろしくお願いします。はい、ということでですね、今日は、いやこれちょっと俺一回見てみよう。本当、来てください。あのぜひ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 、あの雪男さんもお話しする、あのこうやって顔出しも OK なので、はいはいはい、機会作るので、あのズームでいいなら、はい、どっかでズームちゃ、うん、誰かにやってもらって配信で、はい、合わせて、いやというか、あの変な言い方、うん、これ書いてあったので、例えばバイセクシャルとか、うん、そういう人が心の悩みとかも言うわけでしょ。そうです、そうです、うん、そういうことでしょ。だから、はい、例えばレズビアンであったりとか、うん、ホモセクシャルであったりとか、そうです、普通の方もいらっしゃるし、うん、あとはチェリーの方もいらっしゃいます。もうごちゃ混ぜです。だからいいと思うんだよね、こういう、特にこういうズームの時代になってやるっていうのが、うん、だし話してみて、世代が違うと、うん、世代の違う性って出てくるんだよね。そうそうそう、あなたと私今近いから、はい、同じような感覚で性のあれを喋れるじゃない、はい、その。そうですね、二十歳の子はやっぱ二十歳の性だから、うん、突撃する性だしさ、はい、うん、そうですね。なんであの雪男さんにもあのちょっとあのお誘いしてみるんで、はい、あのなんかぜひぜひなんかできゃお越しいただけたと思います、はい、無料になっているので、はい、あ、わかりました。あのマドカママと愛のデート、はい、ここに一応カラオケスナックっていう設定なんです。はい、わかります最初に、はいはい、これあのなんちゃって、はいはい、わかります。ここにマイク乗りどうよって話です、はい、
立ちますか、座って歌いますか。いや、座って歌いましょう、はい、酔ってるような感じで。夜の7時でもう5時から飲んでる親父で。あ、歌入ってんだ。ってんじゃないよ、お前と俺は喧嘩もしたけど一つ屋根の下暮らしてきたんだぜ。バカ言ってんじゃないよ、お前のことだけは一日たりとも忘れたことなどなかった俺だぜ。よく言うわ、いつも騙してばかりで、私が何にも知らないとでも思っているのね。よく言うよ、惚れたお前の負けだよ、モテない男が好きなら俺も考え直すぜ。バカ言ってんじゃないわ、バカ言ってんじゃないよ、遊ばれてるのわからないなんてかわいそうだわ。3年目の浮気ぐらいお目に見ろよ、開き直るその態度が気に入らないのよ。3年目の浮気ぐらいお目に見てよ、両手をついて謝ったって許してあげない。はい、ね、でもあの浮気ね、浮気心ちょうどだから恋愛のあれだから、はい、3年目の浮気で言ってきたので持ってきたね。あんまりここのとこだからあれでしょ、あの他の歌より2番ありますよ。いやいや、もういいよいいよ、歌でバカやってんじゃないよ。いや、もういいよいいよいいよ。ここまで節で、はい、見てる方だって、だいい歌だね、やっぱりね。ああ、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。あなた作った歌じゃないよ、これ。あの、意外な展開にちょっと驚いてます。一応あのこれあのカラオケスナックなって、あ、全部歌うんじゃないんだ。いいの、いいんですよ、うん、なるほどね。でも私絶対嫌だ、こんな浮気する男をポイってすぐ捨てちゃう、こんな。だから言ってるじゃない。え、もうこんなも話しないでも次の男の人のとこ旅立っちゃいます。まあでもそれがね、恋愛の一番正しいことで、誰かを、ね、一途で愛するってことが今日のテーマで終わりじゃないですか。ね、だって確実に私のところにね、あのお金だったり、あのね、愛を届けてくれる。まあそれはね、女性は誰でもそうですよ、ね、そうです、それは。だから男性で ね、あの浮気しようと思ったらうまくやることです。そういうことで終わりです。楽しかったですよ。楽しかった、ありがとうございました。なんか恋愛の話で今日は盛り上がらせていただいて、そういう番組なんでしょこれ。そうですよ、ネタやらないで恋愛の話でしょこれは。はい、あのでもゆきちゃん の、 あのロマンチストなところと、あととてもあの面白いエピソードも聞けたんで、今日は良かったなと。ロマンチストっていうか、はい、恋はロマンですよ。あ、そうなんです、誰もが。そうですね、はい、めくるめく大河ドラマですよ。そうね、一人一人の、はい、いい映画を撮ってくださいよ、恋愛のね。みんなそれは撮らないと、はい、ぜひぜひ、うん、いいでしょそういう、ね、恋愛しましょう、ね、恋愛しましょうって、あんただって、まあ、娘さんからいるわけだから。まあ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 、あの、ということでですね、雪男さんの番組もう一回あの、雪男のたたき売り TV の方、はい、第3日曜日夜の7時から7時50分ですね、鳥越あずりさんの方から19時から19時50分生配信の形です。こちらの方になっておりますんでね、いろんな方にゲストの方に商品持ってきてもらいまして、それを売ると。石川さんもいつか T シャツ作ったと言ってください、はい、こちらの方になっております。皆様方ね、一回でも多く見ていただいたりとか、過去の形がアーカイブで上がってますんで、こちらの方も見ていただいて楽しんでいただけたらありがたいです。そんな形ですね、ありがとうございます、はい、ということでですね、恋愛番長、石川まどかのチュンチュンチューズで、あのご覧になっていただいてありがとうございます。次回の放送は、5月の24日毎週火曜日、あ、第4、毎月第4火曜日の7時から放送させていただいております。またご覧になっていただけると嬉しいです。今日は雪男さんにありがとうございました。いただきました、どうもありがとうございます。楽しい夜でした、ありがとうございます。グッドナイト、いい声しろよ。